就活の失敗談を教えてください。これはめっちゃ焦るね。これめっちゃあるあるだと思う。私服かと記載があったので、私服で行ったら全員スーツだった。めっちゃあるある。自己 PR 動画100回撮り直した。わかるー。どうもしゅんです。こんにちは。今回は就活生の皆さんに自分の就活の失敗談を教えてくださいってインスタで聞いたんですよね。でそれをちょっと皆さんに紹介できたらなと思ってます。就職活動って受験勉強と違って、40社受けて1社とか50社受けて2社とかしか受からないっていうのが当たり前なんですよね。だから結構の割合の人が失敗をしてるんですよね。そんな失敗を皆さんにちょっと共有して、今就活頑張ってる人や、これから就活する人も失敗していいんだよってやったりとか、失敗から学びをね皆さんに共有できたらなと思ってます。よろしくお願いします。ということで皆さんの失敗を紹介していきます。1つ目、説明会がダブルブッキングして片方スマホ片方 PC で聞きました。あー、わかるわ。でもそれはわかるよね。ちょっとわかる。大学の授業とか片方で聞きながら説明会受けて何も入らなかったね。まあ説明会はね、面接しなくてよかったですね。これは次いきます。起きたらファーストリテイリングの最終面接の時間過ぎてた。これはめっちゃ焦るね。どうなったんだろうねこの子。受かったのかな。確かにめっちゃ焦るけどね。いや焦るよね。自分だったらでも正直に言うかもね。はい、続いて、博報堂の一次面接申し込んだ気になっていたのにできないまま当日を迎えていた。あるあるですね。エントリーしたと思ってたけどできてなかったっていう。まあ気軽にできるからね、エントリー今ワンポチでできるから分かります、それは。はい、続いて、オンラインの最終面接を大学で受けるつもりが閉まっていてお客さんのいるカフェでしたこと。あー、あるあるですねこれは。でもカフェで面接受けるのあんま良くないらしいですね、やっぱ採用担当的には。まあ逆の立場でもそうだと思うんですけど、オンライン面接あるあるで結構受け答えと別の要素が関係あるっていうのめっちゃ嫌じゃない。仕方ないんだけど、家とかバレるしね、その背景とか。そうね、カフェで受けたら準備不足ってバレちゃうもんね。ちゃんとそういうセッティングができないんだって思われちゃうから。そうだよね、すごいわかります。はい、続いて、最終面接で深々とお辞儀したらスーツのお尻の部分が裂けてしまった。おお深々とお辞儀するの偉いね。でも面接時は影響なさそうじゃない？結果には影響なさそう。そう、出る時に別にちょっとお尻押さえてたら大丈夫だよね。大丈夫だと思う。どれぐらい避けてるかにやるけどね。お尻のなんか割れ目ぐらい避けてたら結構やばいけど。でもさ、自分が面接官だったら別に、うん、あ、お尻避けてるわ、不合格ってはならなくない？なるほど。そう、つまり大丈夫。確かにね。はい、続いて、一次面接の自己 PR でナダルのモノマネをして超滑り。これはこの間ひろゆきさんの動画に出てくれた多分キーチくんですね。ナイストライ。ナイストライだよね。それもネタにできるからね。うん、めっちゃおもろいけどな。個人的には好きだけどな。ね。はい、続いて、面接官の弊社が第一志望ですかという問いに対して妊娠を考えているのに違いますと答えました。まあね、わかるけどね、素直なんだろうね。まあそれはね、採用できないよね。できないね。どんなにいい人で会ってても難しいね。うん。はい、続いて、私服かと記載があったので私服で行ったら全員スーツだった。めっちゃあるある。あるあるだよねこれは。めっちゃあるある。でもオンラインだと一回画面オフのままみんなの様子を見て着替え直すっていうのができるので結構いいんですよね。でもね、みんなに合わせなくていいけどね。確かにね。ね、わかるけどね、合わせたいっていう気持ちはね。でもなんかオンラインで画面オフで変えれるっていうのはありだね。はい、続いて、ズームでミュート忘れて電気シェーバーでヒゲ剃ってしまいました。まあ、これはね、ヒゲは早めに剃ろう。ズーム中に剃ってはいけない。まあ、気持ちはわかるけどね。ミュート忘れはあるあるですよね。うん、なんか自分の画面見れるじゃんズームって、うん、それで、あ、ヒゲあるなって思ったんだろうね。確かに剃っちゃダメよ。でも剃ってはいいよ、ミュートしよう。でもさ、説明会とかだったら別にいいのか、面接じゃなかったら、うんうん、なるほどね。まあでも次回からね、ミュート忘れないことを気をつけてください。続いて、ズーム使用中に部屋に虫が入ってしまって目立ってしまい虫落ちました。なるほど、多分虫のせいじゃない。君虫のせいじゃない、多分それは。まあでも虫のせいもちょっとあるかもね。ないだろ。なんかどんな虫かによるよね。ちっちゃい虫だったら全然関係ないと思うんだけど、でっかい虫だったらあれじゃない。あと1匹だったらさすがに多分虫のせいじゃないけど、700匹とかできたらさすがに虫のせいじゃない。なお虫のせいじゃないと思う。虫のせいじゃないかな。うん、じゃあ虫のせいじゃないわ。はい。はい、続いて、あ、これめっちゃあるあるだと思う。面接当日にズームのカメラが映らなくて時間ずらしてもらった。これは僕もあったんですけど、そのパソコンの調子悪い日あるじゃないですか。ある。で、ズームを開いたら5分ぐらいでサーバー落ちるみたいな、うん、めっちゃ焦るよねあれ。ちゃんと時間通りに来
来ても起こりうるからね。そうそう、でその後携帯でやるんだけど、携帯もなんかあんまりうまくいかない時あるんだよね、うん、だその時はもう困るよね。困る。だそれが本当に第一志望とか最終面接とかだったらもう絶対絶命ですよね。ね、なんかでもサポートしてる企業さんは多いんだけどね、例えば映像だけつないで音声は電話とかあるんだけど、やっぱ焦りますよね。はい、続いて、一次面接だからって無難に対策してたら、あなたの思う裁量権の定義範囲はと土着クソを詰められた。なるほどね、うん、まあね、一次面接だからって多分舐めたらダメですね、何事も。でも意外と詰められた後にうまく答えられなかったとしても選考通るっていうことはあるあるだから、うん、諦めないでって感じ。そうだよね、まあ、気は抜いてはいけないなと思いますよね、うん、はい、続いて、手書きの ES で最後に書き間違えた。俺だったらもうそのまま出すけどね痛いね。いや、痛い。修正ペンでやったらダメだもんね、なんか気持ち的にね。そうなんだよ、これでさ落ちた時に、あ、やっぱりあそこの1文字書き直しとけばよかったってなりそうで嫌だ。そうね、なので企業によるね、うん、行きたい企業だったらやっぱもう一回書き直すだろうね、うん、これはでも確かにしくじりなんだわ、うん、はい、続いて、プレスリリースで気になったことを教えてと言われたこと、正直に見てないとしか言えなかった。あるあるというか、その企業に対しての情報を知らないかったらやっぱ言えないですよね、うん、プレスリリースっていう企業が発信してるその情報とかを、まあ、見るっていうのはありですね、今から就活する人や今面接中の人は。はい、続いて、これめっちゃあるあるだわ。自己 PR 動画100回撮り直した。わかるー。自己 PR 動画ってやっぱ編集なしじゃないですかね、基本的に。そうだね、だからやっぱね、うまくいくまで撮り直したいですよね。うん、あとさ、棒読みでもダメじゃん。そうだけど、まあでも一個あるのはカメラの横にカンペ書いたらカメラ目線になるからいいっすよね。うん、いや、とはいえね、噛んじゃったなとか、あ、声のトーン低かったなとか、あ、目線ずれたなとかもいちいち気になっちゃって、うん、何回やり直しても満点が出ないっていうね。自己 PR 動画で採用してる企業はエントリー数半分以下になるらしいね。あ、そうなんだ、うん、やっぱめんどくさいじゃん。確かに。イエスもコピーできないから、まあでも分かりますこれは、100回。うん、はい、ということでこんな感じで今回は就職活動に関しての失敗談を視聴者の皆さんから集めたんですけども、ちょっとこのシリーズ好評だったらやりたいなって思うのと、あとコメント欄に皆さんの就活の失敗を教えてほしいなと思ってます。23卒の方はこれから、22卒の方はまだ引き続き就職活動を続ける方も多いと思うので頑張っていただきたいなと思ってます。めちゃくちゃ応援してます。ということで、ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。